連弾の曲を2曲聴いてもらいましたが、普段の学校コンサートではクラスのお友達1人にお手伝いしてもらって一緒に演奏したりもしているんですよ。ピアノを弾いたことがなくてもいきなり連弾ができちゃう曲、指を1本ずつ出してソの音だけを弾く、こんな曲も弾いています。みんなの学校を訪れて一緒に演奏ができる日を願っています。次は普段学校コンサートではできない2台ピアノを使っての演奏を行いたいと思います。僕たちが大好きな作曲家ラフマニノフの曲を演奏します。ラフマニノフはピアノの巨人と言われ、身長がなんと195センチもあったんですね。そして手を伸ばすと27センチもあった大ピアニストでもありました。ラフマニノフはピアノ曲以外にもたくさんの歌曲を残しています。最初に演奏します。歌曲ここは素晴らしいわ、美しい自然や愛する人を思う気持ちが歌われ、続けて演奏する春の流れは、春が来たと春の訪れを喜ぶ曲となっています。2台ピアノに編曲しましたバビンは夫婦でピアノデュオとして活躍し、ラフマニノフの友人でもありました。今日演奏します編曲はラフマニノフのお墨付きをもらった曲なんですね。楽譜の入手がとても困難なので、私たちは今日の演奏がもしかしたら日本初演となるかもしれないと思いまして、今日頑張って準備しましたので、ぜひ聴いてくださいね。Thank you.
ペンダント2台ピアノでの演奏を聞いてもらったので、ここでは楽器について説明してみたいと思います。ピアノという楽器はイタリア人のクリストフォリさんが1709年頃に発明したんですね。この頃はまだ鍵盤の数は54件しかありませんでした。なので今よりも幅が狭くて小さい音しか出せなかったんですね。さて今のピアノでは鍵盤がいくつになったでしょうか。端から弾いてみたいと思いますので数えてください。ピアノはこちらの左側の方が一番低い音になって、右に行くほど高くなります。難しいね。これは全部で88件あります。100年200年と時間をかけてピアノというのは改良されて、今のように大きな音が出せたり、鍵盤の数も88個まで増えていったんですね。それでは中の様子もちょっと見てみましょう。低い音鳴らしてみますね。一番低い音です。ラの音ね。中はどうなっているかな。これが一番低い音の弦です。太くて長いのが張ってあるのが見えますか。で、音が高くなればなるほど細くなって短くなっていきます。この辺は一つの音に2本、そしてこの辺りから一つの音に3本の弦が張られていて、長さも短くなっていってますよ。どんどん高くなりまして、一番高い音このぐらいの長さしかないんですね。見えますか、はい、なのでピアノは右側がこのぐらいの幅で、ね、短くなって狭くなっているんですね。では音の出る仕組みも見てみましょう。鍵盤を弾いてみます。すると中からハンマーと呼ばれるものが上がってきます。ここはダンパーが上がっています。でハンマーは何をするかというと、上に張ってある弦を、手が弦だとしたら、下からハンマーがこう上がってきて打って音が出てる仕組みなんですね。で打たれた弦はというと、実はこれ振動しているんですね。ブルブルするんです。手で触ったらビリビリする。で振動して空気が震えて、私たちの耳も鼓膜も振動して音が鳴っているということになります。で指を離すとダンパーが降ります、ね、そうするとその振動を止めるので音が止まるんですね。分かりましたか。はい、皆さんもぜひね、学校が始まったら音楽室のピアノの中も覗いてみてくださいね。それでは次の曲に行きます。はい、皆さんこれなんだか分かりますか。今日私たちこんなに大きな鉛筆を用意しました。次の曲はこれを使いながら私たち演奏するんですよね。演奏する曲はロシア人作曲家サポジュニコフの天国への旅、ネブスキ大通りの荷馬車の中にてという曲で、デコボコ道を荷馬車が弾んだり急発進したり、そんな動きのあるとても面白い曲なんですよね。はい、画面のみんなも鉛筆用意してくれたかな。私たちのね、動きに合わせて一緒に何かこう叩きながら聴いてほしいと思います。それでは早速演奏しますので、ぜひ好きに叩いてみて聴いてくださいね。レッツゴー。
皆さん楽しんで叩けましたか？次はいよいよ最後の曲になります。最後も私たち2人で2台のピアノを使って奏して締めくくりたいと思います。曲はフランスの作曲家ビゼーのオペラカルメン、それをアメリカのピアニストチェイシンズが2台ピアノ用に編曲したカルメン幻想曲という曲です。音楽の授業できっとみんなも、あ、この曲知ってる、耳にしたことがあると思うようなメロディーがきっと登場すると思いますよ。チェイシンズさんはご夫妻でとてもピアノデュオとしても大活躍した人なんですね。で、私たちはこのチェイシンズ夫妻自身が演奏するレコードを耳にして、なんてかっこいい曲なんだ、これは絶対弾いてみたいと思って学校を探した思い出の曲なんですね。でチェイシンズさんも先ほどのバビンさんと同じくラフマニノフのお友達だったんですよ。とっても情熱的な曲で、最後はどんどん速くなるんですね。そうすると興奮しますよね。みんなもこの曲を聴いて元気になってもらえたら嬉しいです。それでは聴いてください。